八揮。八揮、八揮、八卦は古代中国から伝わる域における八つの基本図像。すなわち、の八つ。揮は、孔と呼ばれる記号を三つ組み合わた三孔によりできた、ものである。孔には、陽、強しと影、十の二種類があり、組み合わせにより、八揮ができる。なお八孔の順位は、下から上で、下孔、中孔、上孔の順である。 また、八揮を二つずつ組み合わせることにより六十四揮が作られる。八揮は不次が天地自然にかたどって作ったという伝説があり、揮の形は様々な事物事象を表しているとされる。下表のように方意などに当てて、運勢や方位の吉凶を占うことが多い。なお、趣旨学系統の疫学における八揮の順序には、勘、直し、利、真、辰己、勘、 ウシトラ、ヒツジサルと、カン、ヒツジサル、シン、タツミ、カン、リ、ウシトラ、ナオシの二通りがある。前者を、仏義八家辞助、先天八家、後者を、文王八家辞助、後天八家という。仏義八家辞助、先天八家は、刑事上殿にある、対極領義マイナス4増八家の宇宙の万物生成過程に基づいており、 音陽身分の対極から音陽領域が生まれ、影と日それぞれから新しい音陽が生じることにて四像となり、四像それぞれからまた新しい音陽が生じることによって八見となることをの順で表している。下記の図はその様子を描いたものであり、陽光は白で、陰光は黒で表されている。辞書の通りに、寒一、直し二、理三、真四、辰見五、 関六、牛虎七、羊猿八と呼ばれることが多い。一方、文王八家次女、皇天八家は、家の象徴の意味に基づいており、父母、唐羊猿が、恩名に気を交合して、長男長女、新達見、中男中女、管理、小男少女、牛虎、直しを生むという順を表す。ここで、子は加公が、長子、中公が、自死。 上皇が罰種を表し、陽皇が男、陰皇が女を象徴している。この順番の通りに、勘、羊猿、神、辰巳、勘、利、牛虎、直しと呼ばれるが、実際に使われる値の関、一勘、二羊猿、三神、四辰巳、五五対極、六犬、七直し、八牛虎、九里も合わせて呼ばれる。戦では税を算数的に操作していった結果、 はけと呼ばれる6本の棒、甲からできた記号を選ぶ。液郷では全部で64家が設けられているが、これは三項ずつの記号が上下に重ねられてできていると考えられた。この三項で構成される記号が全部で8種類あり、これを八っけと称している。いわばおみくじを選ぶための道具であるが、液電ではこの八っけが様々なものをかたどっていると考え、 特に節付殿において発揮がそれぞれ何の象形であるかをいちいち列挙している。関大の疫学、関疫ではさらに五行思想と結合して解釈されるようになり、五行を属性として持つ五字、五型、五条といったものが発揮に配当され、さらには六十関子を家と結びつけて占う、おさめ行が行われたりもした。また一年十二ヶ月を家と結びつけた十二。 小速家など天文、学律、歴学に及ぶ、家技説と呼ばれる、理論体系も構築された。家財、日陰、経、律差を占い。伝説によれば、液凶は、まず仏儀が八家を作り、州の文豪がこれに家事を作ったという。この伝承に基づき、南宋の手記は、刑事上殿にある。 対局両義マイナス四蔵八家の生成論による、犬直し慎太つみかん、牛虎羊猿の順序を不次が、天地自然にかたどって、毛を作ったことに見立てて、不次先天八家とし、世付伝にある、父母長男長女中男中女から、小男少女の生成論に基づく、健康慎太つみかん理由虎、直しの順序文王が人々に、倫理道徳を示すために記事を作ったことに見立てて、 文王公典発揮とした。これに基づいて配置された図を先天図、公典図という。公典図はもともと世付け伝で配当されていた方位であるため従来からのものであるが、先天図系の書図は実際は11世紀の北宋の商用の著作、区、攻形成書が書出であり、商用の創作と推測されている。竜図、記礎、自乗自した。先天図、公典図、自家自乗。 手記は、八揮の手本となったという伝説上のカトラクション、音名を表す黒白点による十数図、九数図と規定するとともに、周ン位の対局図、商用の先天書図を取り入れ、図書先天の学に基づく体系的な世界観を構築した。信頼になると実証主義を重んじる交渉学が好期し、神秘的な図や数に基づいた、そう収は否定され、 寒大疫学の復元が試みられた。高想義は、疫学増数論において、総治の先天書図が、刑事上伝の極両義マイナス4造八景を1項ずつを二芯、法的に積み重ねたものと解釈して、対極、1、両義、2、4増4、八六8、16、32、64家、64とし、音量に項を2角組み合わせたものを4増とするなど、 今に基づかない無意味なものを描いていることを批判した。高葬儀は、4像は三角八景を、八景は64景を表していると解釈し、これにより64景は三角の八景の組み合わせで、あって、高積み重ねではないとし、総治の図説が根拠のない創作であることを主張した。これを受けて、恋は、駅詰名弁において、総治が重んじた図像は道教に由来することを、 表し、図書旋点の額を厳しく攻撃した。液を旋点液と、高点液に分ける考え方以外に、連山液、寄蔵液、寄蔵液、周液の三液に分ける考え方もある。風水において、連山液は新能もしくは夏王朝の液、寄蔵液は高低もしくは陰の液とされることが多く、また連山イコール点、寄蔵イコール地、 収益イコール人の3歳に当てられることもある。その方位図は、風水の道具、ラバンなどに使用されている。なお、寄贈については、寄贈と呼ばれている、畜官文書が大家大神母から発見されている。法事は、液境のものと異なっているが、この寄贈が寄贈液のテキストかどうかは、はっきりしていない。三液の違いは、発見及び64家の配列方法であり、 連山ンンは牛虎、山を、寄贈は羊猿、血を、首毛とする。ただし、連山ンン液は健康を除いた六方星、ヘキサグラムに配列したものとされたり、連山ンン液イコール千点液イコール、フっつの液として、千点図とされることもある。なお、千点液と寄贈液の発図は、カトラクショと関わる数字を排した場合、魔法人となる、なお図は、風水三章。なお、 イブリンクの風水ラバンの発掘図であるがこれは南を上にしてある。これは昔の中国、その他の国においては地図を含め南を上にすることによる。従ってこの伝統に基づき表記された発掘図はこのページの図とは反対になっている。胸劇の一部のキャラクター、大乗老君イコール、老子や諸葛亮は発掘という独特のデザインの衣装を着る。これは 八揮と対局図を刺繍した豪華な衣装で天文地理の奥義に通じていることを示す。同郷でも一部の同士が八揮を着用することがある。最遊記の初めの方で大丈老君の金丹を盗み食いした孫悟空は大丈老君によって八揮炉の中に放り込まれる。相撲の行事の八揮よいという掛け声の語源は八揮よであるという説が有力。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。